日本の元男性プロレスラー。最終所属ドラゴンゲート。血液型 A 型。アメリカのプロレス団体、ローでは、ザガステストレスラーオンザプラネットと称されている。小学生と中学生の時代は野球に没頭したが、アントニオイノキとビッグバンベーダーの試合をテレビ観戦し、プロレスへの興味を持った。アマチュアプロレス団体最大手である矢は関西の門を叩き修行。 後輩には DDT プロレスリングに所属する柿の元の大地などがいる。大学入学後も勉強熱心であったが、プロレスの夢を捨てられず親や,や周囲の反対を押し切り中退してメキシコへ渡り東流門の7期生として入門。2000年9月2日、メキシコでの伊藤徹戦でプロレスデビュー。T2P メンバーの中核、イタリアンコネクションの一員として、 C-MAX と構想を繰り広げる。デビュー当時はターザンをモチーフにしたキャラクターでトップコーナーに上がり、おたけびを上げるパフォーマンスをしていた。後にミラノコレクション AT に誘われてイタリアンコネクションに入り、リングネームをイタリアっぽくするためにヨッシュの2変更。ギミックがイタリアンターザンとなった。この頃、ウルティモドラゴンにパートナーに抜擢され、第1回ディファカップにで優勝。 2005年、ドラゴンゲート中継領給の活性化を図るため K、NES と共にオープンザブレイブゲート王座を創設。王座決定戦でドイ刺激に敗退するも、後に語られる一戦となった。イタリアイコネクション解散に伴い、リングネームを本名に戻し、単発になって、ブラッドジェネレーションに加入。加入前に、コスチューム身長、美容院の予約等、シーマに革新犯と言われる。 ブラッドのメンバーである、シーマ、マグニチュード岸和田とオープンザトライアングルゲート王座をダッシュ。2006年自身の創設したオープンザブレイブゲートに挑戦表明。2月5日に博多スターレーン大会で王者ドラゴンキットに挑むも、両者セコンドの乱入により、ノーコンテスト、ベルトはコミッショナー預かりとなった。そして3月19日に行われた。 ブレイブゲート王者決定トーナメントで優勝し、第3代オープンザ・ブレイブゲート王者に君臨した。その後、ブラッド・ジェネレーションの分裂の際に造反組に回り、そのままマッスル・アウトローズの一員となった。2007年からは、かつてのライバル土井刺激とタッグ、通称土井基地を組み活躍。スーパーパワーボムやダブルインパクトなどの好連携を見せる。 2007年8月に行われたタックリーグはドイ基地で優勝、獲得した賞金でオープンザツインゲート統一タック王座を創設した。同年10月に当時愛知タック選手権王者であった荒井健一郎、岩佐拓とベルトの統一戦を行い勝利、同王座の初代王者となった。さらには同年11月24日、ドイと共にプロレスリング、ノアの GHC ジュニアヘビー級、 タック王座のベルトダッシュに成功する。また、シングルプレイヤーとしても2007年9月22日の大田区体育館大会において、ブレイブゲート王座を再び獲得。6度の防衛を果たし、当時のブレイブゲート最多防衛記録を更新した。2008年4月に、アンソニー W 森に敗れて、王座陥落。2008年5月5日、 同意刺激とと共にマッスルアウトローズを脱退。新ユニット結成を宣言する。5月14日には、BB ハルク、谷崎直樹、MCKG がユニットに加入。5月31日の神戸大会にて、新ユニット名、ワールドマイナス1が発表された。6月29日の大阪大会にて、ガンマが保持していた、オープンザガンマゲートを、ドクターマッスルに変装してダッシュ。 試合当初は、まるでストーカー市川が、ドクターマッスルに噴しているような、市川独特のムーブを披露したが、一瞬の隙をついて、トルベジーノからの横十字固めでフォール。オープンザ・ブレイブ・ゲートに名称を戻し、同王座をコミッショナー預かりとした。2008年10月、4度目のオープンザ・ブレイブ・ゲートを獲得したが、2009年3月の両国、国技館での選手権試合で、 シーマに敗れ、ベルトを失った。その後、ドイの保持する、オープンザ・ドリーム・ゲート王座に挑戦を表明する。その後、ガンマとの挑戦者決定戦に勝利して、後楽園ホールでドイとの3度目となる、シングルマッチを行ったが、ダッシュすることはできなかった。2009年、ワールドマイナス1発の自主工業の際、ジョンソンフロリダに、イタリアのターザンと、 ヨッシの復活という無理難題を押し付けられ、はじめは堅くなに拒否していたが、興行当日に特注のカツラを着用したヨッシのとして登場した。ただし、ヨッシのは一度封印したキャラだからと、人よ限りの復活であると念押しした。12月27日のマスカラコントラ壁ジュラ、金網マッチで金網から旗を取ろうとしたものの谷崎、直樹がタイリアルハザード用に、 テープでぐるぐる巻きにした旗を取ろうとし、負け残ってしまう。丸坊主となり号泣した。二千十年七月十一日、ワールド記念ホール大会でヤマトを三十分を超える、激闘の末、ソルナ支援って改めて下し、デビュー十年で、初めてのドリームゲート王者となった。八月十四日には長らく、大阪プロレスのタイガースマスクに流出していた、ブレイブゲートを取り戻して、 通算5度目の大冠、2009年の土井刺激に続いて2人目のシングルに冠王を達成したが、ブレイブゲート王座を即返上した。2011年1月28日から30日に行われたオープンザ・ユナイテッド・ゲート初代王者決定戦に、PAC とタッグを組んで参加し、初代王者となる。ドリームゲート王座は、斉藤亮、シーマ、土井、ドン・フジーと、 経営4度の防衛を果たしたが、2011年4月に、もちづきしゅげあきに敗れ王座陥落。2012年には土井、PAC、リコシェラと新ユニット、ワールドマイナス1インターナショナルを結成、オープンザトライアングルゲート王座を、第35代、第38代でダッシュするなど活躍する。2013年5月には、ドラゴンキットを破って6度目のブレイブゲート大観を、 果たし、リッチスワン、ジミー・カゲトラ、ケー・ネス、ドイと、ケー・ヨンドを防衛し、8月に返上。しかし直後の2013年9月に、ドイが吉野を裏切り、ワールドマイナス1インターナショナルは解散。吉野リコシェ、シャチホコボーイの3人は、高木慎吾、戸沢明、ウーハーレーションの3人と共闘することとなり、10月6日に6人での、新ユニット、 モンスターエクスプレス結成を発表。10月10日に、ヤマトを破って2度目のドリームゲートオーザ大会を果たした。11月の初防衛戦では、因縁の土井に苦戦したが、ソルナ支援って改めてギブアップに追い込んで勝利。その後ティーホーク、BB ハルク、モ月茂明と、K4 度防衛した。2014年3月に再来日したリコシェとの、 縄門対決で敗北し王座を失った。その後、土井に目をつけられ5月5日、金網の中に入ることになる。そして、金網戦では4番目にエスケープし、代理人のシャチのマスクを守った。2015年3月1日、シャチホコボーイともにツインゲートを獲得する。6月13日、シャチホコボーイがヤマトに敗れてツインゲートを失う。6月14日、 ハルクの持つドリームゲート王座に挑戦し勝利。三度目の大冠となった。その後、次期挑戦者に T ホークを逆指名した。7月20日、T ホークとドリームゲート戦を行い勝利。その後、T ホークとの人よ限りのタッグを組むことが決定した。しかし、それに対して高木が反発する。さらにその後、ハプニングが発生。吉野の防衛戦が終わった。 その7時間後にドリームゲートのベルトが紛失してしまった。8月2日、神戸参謀ホールで T ホークとタッグを組み、高木と戸沢と試合を行うも T ホークが高木に敗北してしまった。ちなみにこの時、入場時に持ってきたドリームゲートのベルトは同色の古いベルトだった。8月16日、 今まで散々シャチホコボーイをバカにしてきた高木信吾相手にドリームゲートをかけた試合を行うも敗北。ドリームゲートを失った8月30日、高木軍に血だるまにされていた T ホークをモンスターのメンバーと共に救出し、モンスターの3人と T ホーク、そしてシーマを含んだ5人で高木軍と対決。最後はなぜか乱入してきたビッグ R 清水の助けも、 アリ・ティー・ホークが、エータに勝利した。12月6日、久しぶりにトライアングルゲートを獲得。同時にモンスター・エクスプレスとして、初の獲得ともなった。2017年5月4日、マキシマムのメンバーになる2018年6月9日、団体初となる、キング・オブ・ゲート2さん2度目の優勝を果たし、10日に、モ月とのドリームゲート戦が決定する。10日、 王者望月を倒し、第27代ドリームゲート王者になる。二日連続となる激闘を制止団体を代表する二大王座を獲得した。2019年12月26日、神戸参謀ホールのリング上にて、首の悪化及び限界から2020年内に現役引退すると宣言。その後首の状態が多少改善されたため2021年8月1日まで。 現役を延長し、同日に開催予定の神戸ワールド記念ホール大会で引退試合を実施することを正式発表した。2021年8月1日、神戸ワールド記念ホール大会のメインイベントでドイとタックを組み引退試合を行った。2021年9月2日に、自身のデビュー日にパーソナルジムをスタートする。吉野が用いたことがある。 リングネーム多彩なジャベの使い手だが、現在は筋肉をアピールしたファイトが中心になっている。また、スピードスターの異名通りに、スピードは団体随一で、素早いロープワークの攻防が、見どころの一つである。AB、2014プロレスラーカラー写真名ー P12、週刊プロレスナ、no. ンバーワン714、2013年12月5日、増刊。 ベースボールマガジン社 ?ABCDEFGHI 週刊プロレース。エクストラボリューム9。ドラゴンゲート大百科2013年11月5日。ベースボールマガジン社 AB ドラゴンゲート公式サイト。データベース。オープンザブレイブゲート2014.5。13。閲覧。ドラゴンゲートデータベース。オープンザトライアングルゲート2014.5。13。閲覧。ドラゴンゲートデータベース。 オープンザツインゲート2014.513閲覧 ABC ドラゴンゲートデータベースオープンザドリームゲート2014.513閲覧ドクターマッスルとして体感ドラゲー吉野 V1 でソフトバンク森福にパワーを送る東京スポーツ2016年2月10日閲覧ソフト B 森福ドラゲー吉野のエールに応えた東京スポーツ 2016年2月10日閲覧、ありがとうございます。